はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学 2B のですね、161ページの、89番の問題ですね、これからちょっと解説していこうかなと思います。で、どんな問題かっていうと、次の、条件によって定められる数列 AN、BN があると。で、A1 が2、B1 が6、AN プラス1イコール 2AN、BN。で、BN プラス1イコール 3AN プラス 4BN と。数列、AN プラス BN をまず求めろって言ってるので、これはね、まあ、どうしようかっていうと、まあ、これとこれちょっと単純に足してみましょうか。そうすると、an プラス1プラス bn プラス1イコール、5an プラス 5bn っていうふうになりますよね。で、ってことはですね、 bn っていうのは、まあこれちょっと形変えてあげると5でくくって、で、an プラス bn っていうのは、公比が5っていうのはこれでわかるわけですよね。数列 an プラス bn は、公比が5。初項は、初項が、まあ、A1 ですよね。A1 プラス B1 だから、これ2プラス6だから8。ってことは、AN、プラス BN っていうのは、初項が8で、公比が5だから、こういうふうになりますよね。で、次に 3AN マイナス BN って言ってるので、とりあえず、これを3倍してから引いてあげるっていうふうにしましょうか。まずこれが1個目の回答ですよね。で、そうすると 3AN プラス1イコール 6AN プラス 3BN っていうふうになるから、で、BN プラス1イコール 3AN プラス 4BN で、まあこれ引き算を単純にしてあげてですね、3AN プラス1マイナス BN プラス1で、6引く3だから 3AN でマイナス BN っていうふうに出るよねと。で、ここで、3a1 マイナ b1 を出しに行こうというふうになるので、そうするとこれ、a が2だからこれが6になって、 b1 が6ですよね。なんで 6-6 なんで 3a1 マイナ b1 っていうのは0になるから、 3an マイナ bn ってっていうのは0になるよねと。で、これで1個終わりですね。これが、まあ、一般項が求まったと。で、お次ですね。過去に、括弧1の結果を用いて数列 AN、BN の一般項をそれぞれ求めようと言っているので、これはね、どうしようかっていうところなんですが、今ね、ちょうどこれとこれで、これ引く、これ足す、これをやってみましょうかね。そうすると an プラス bn イコール8の5マイナ、5の n マイナ1乗と 3an マイナスか、ごめんなさい、これマイナスだったね。マイナス
-bn イコール0で、これ足し算すると 4an イコール85の n マイナス1乗で、4で割るから an っていうのは8割る4で2ですよね。で、5の n マイナス1乗で出るよねと。で、これね、bn っていうのは 3an だよね、移行すればね。うん。ってことは、bn は 3×2×5 の n マイナス1乗だから、6の5の n マイナス1乗。これがまあそれぞれ答えになるかなと思いますね。うん。で、お次ですね。うん、で、こっからがちょっと長くなりますよね。うん。数学的機能法を使って、まあ、やれっていう問題ですよね。で、次が90番ですね。これ162ページになります。で、どんな問題かっていうと、n は自然数とすると、数学的機能法を用いて次の等式を証明せよということですね。で、ちょっとこれね、紙が問題文に対してちょっとスペースが足りないので、ちょっとやっていきましょうか。まず1番ですね。1番は、まあどういうふうになるかっていうと、まず、n イコール1の時ですね。左辺イコール、これまあ1になりますよね。で、右辺も、これ1入れると1で、2-1で1で、1×1 なんで1になりますよね。で、イコール、n イコール k ですね。の時ってのはどうなるかっていうと、1たす5たす9たす点点点たす 4k-3 イコール k かっこ 2k-1 っていうふうになるんですね。うん。で、これが、成り立つと仮定する、n イコール k プラス1の時ってどうなるかっていうと、まず左辺ですよね。左辺は1たす5たす9たす点点点プラス 4k-3 で、 k のところに k プラス1を代入するので、プラス 4k プラス1になるよねと。うん。で、これっていうのは、k かっこ 2k-1 プラス 4k プラス1っていうふうになるはずなので、そうすると2の k 乗プラス 3k、プラス1っていうふうになるよねと。で、右辺の方ですね。右辺は、ここにね、k プラス1を代入するので、k プラス1カッコ2、まあこれ中カッコにしときましょうか。カッコ k プラス1マイナ1の、こういう式になって、で、そうすると k プラス1で、ここが 2k
プラス1になって、展開すると 2K の2乗を、プラスの 3K プラス1と。で、これで右辺と左辺が一緒になるので、N イコール K プラス1の時、成り立つと。よって、すべての自然数 N についても成り立つと。いうふうに持ってこれればいいですかね。まあ、こんな感じでカッコ1はできればいいかなと思いますね。で、カッコ2の方もちょっとやっていきましょうか。で、またあれですね。N イコール1の時、N イコール1の時、まあ、左辺は、これはそのまま1ですよね。1の2乗でおしまいだから。で、右辺はどうなるか。っていうと、3分の1かける1で、括弧して2かける1マイナ1で、2かける1プラス1、ってなると、3分の1、1はまあ省略して、ここも1になりますよね。まあ1が2つで、ここが3になりますよね。3。そうするとこれ、答え、3じゃねえ、1か。3分の1かける3と一緒なので、1っていう風になって、これで成り立つっていうことですよね。成り立つと。で、次に N イコール K の時と。で、そうすると、1の2乗プラス3の2乗プラス5の2乗プラス点点点の 2K マイナス1の2乗イコール3分の 1K、2K マイナ1の 2K プラス1と、で、成り立つと。成り立つと。この時成り立つと。で、これが、成り立つと、仮定、すると N イコール K プラス1の時、まず左辺からいきましょうか。左辺は1の2乗プラス3の2乗プラス5の2乗プラス2K マイナス1の2乗プラス、ここに K プラス1が入るので 2K プラス1の2乗というふうに、こう、こう間点点点がないな、プラス点点点のプラスという形になりますよね。で、そうするとこの部分、この部分ってこっちですよね。3分の 1K 括弧 2K マイナス1の 2K プラス1っていう風になって、これにこれを足すわけだから、括弧して 2K プラス1の2乗と。で、これで3分の1括弧 2K プラス1でくくってあげるとどうなるかっていうとですね、3分の
K×2K 次乗なので2の K 乗プラス K と。で、ここが三括弧三、あ、2K か。2K プラス1で、こういう風になるかなと。これはまあ、先にちょっと展開しちゃってるんですけど、K をかけちゃってね。うん。で、さらに計算していくとどうなるかっていうと、3分の1の 2K プラス1で、ここが、2K の2乗プラス、ここマイナスだ。ここマイナスだね。マイナス K だ。なので、合計プラス3になるよねと。で、21の31だから、3分の1の 2K プラス1の 2K プラス3の K プラス 1? っていうふうにまず左辺がなるよねと。で、次に右辺ですよね。右辺がどうなるかっていうと、こいつに K プラス1をそれぞれ代入していくので、3分の 1K プラス1、K のところに全部代入していくので、まあちょっと計算しちゃうと2、括弧、まあ中括弧にしとくか。K プラス1のマイナス1の、で、中括弧の、もう一個中括弧で、2括弧 K プラス1のプラス1の中括弧。そうすると3分の 1K プラス1で、で、ここのところが、2K のプラス1になって、ここが 2K の、プラスの3か。っていうふうになって、これとこれが一緒になりますよね。うん。なので、N イコール K プラス1の時も、成り立つよって、すべての自然数、すべての自然数 N で、成り立つとっていう形かな。うん。で、最後、括弧3ですね。これも N イコール1でやっていかなきゃダメですよね。うん。そうすると、括弧3も N イコール1の時、左辺か。左辺イコール1、3で、これが3。で、右辺が、ここに入れるので、6分の1の H の1プラス1の2×1プラス7なので、6分の1、1、2、ここが9になって、これとこれで3の1。で、3と9で1の3だから3で、で、まあ成り立つわけですよね。うん。立つと。で、次に N イコール K の時成り立つと。で、1たす3たす2たす4たす3、5たす点点点プラス N カッコ N プラス2イコール6分の 1N カッコ N プラス1の2、これ検しなきゃいけないんだ。ごめん。ここ K だね。K で、ここが K で、K で、2K プラス7と。成り立つと、
定すると、あ、 N イコール K プラス1の時、左辺は、13たす24たす35たす点点点プラス K カッコ K プラス2と。で、プラス K プラス1で、ここにまた K プラス1足すので、K プラス3というふうになりますよね。うん。で、この K と K プラス2ってのは、6分の 1K カッコ K プラス1の 2K プラス7で、プラス K プラス1と K プラス3っていうふうになるよねと。で、そうすると6分の 1K プラス1でくくってあげると 2K の2乗プラス 7K、 でこれが6分の1だから6かけるからプラスの 6K プラス18で、6分の 1K プラス1の2の K でプラス 13K プラス18っていうふうになるかな。うん。で、ここを因数分解しようか。うん。そうすると21の18だから2と9でいくと9の4で13ができるから6分の 1K プラス1の 2K プラス9の K プラス2で右辺いきましょうね。うん、右辺は、これに直接 K プラス1を入れていくので、6分の1カッコ K プラス1の、K プラス1プラス1の中カッコの中カッコで、2のカッコ K プラス1プラス7の中カッコと。で、6分の1の K プラス1の、ここが K プラス2の、で、2K プラス9。で、これとこれ一緒になりましたよね。ちょっと順番違いますけど、これとこれ一緒になったので、で、ここまで来て、よっで、まあ N イコール K プラス1の時も成り立つと。よってすべての自然数 Nについても成り立つか、成り立つというふうに最後までいければいいかなと思います。ちょっと長くなりましたけども、以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。